ライフアットホーム、あなたの心に残るひとときとは。デビュー曲「Tomorrow」はリリースから22年経った今でも多くのファンに愛されています。2016年にはピアニストとしてもデビュー、常に輝き続ける岡本真代さんのライフアットホームとは。そうですね、自分だけの空間ですね、やっぱりらしくいられる場所が家だと思うので、私は趣味が雑貨作りなので、そういうの作ってる時ってすごく無になれる瞬間なんですよね、自分の中で。そういう時にやっぱりメロディーが降って出てきたりする時も多いです。そんな岡本さんの自宅はパリで溢れています。パリが大好きで、いつかは住みたい、もしくは通いたいみたいな。パリのインテリア本とかすごい持ってて、パリっぽいなと思ったら買ったりとかしてます。パリ好き岡本さんがアンティークショップで出会ったのがこの赤い扉。パリとかやっぱり多いんですね。それを扉としてではなくて、もうインテリアの一部として飾ってたり、そこに写真貼ってたりとかってすごく多いので、そういうの結構憧れていて、でも来た人の半分はすごいおしゃれって言ってくれて、半分はなんでドアがここにあるのってすごい文句言って帰ります。一応老後はパリで雑貨屋さんをやるのが夢なんで。おばあちゃんになったら、はい。